ランニングバック45番磯田です。久しぶりにファイナル4まで来ました。次の相手は鹿島ディアーズということで、小手先のフットボールでは全く通用しない強い相手です。チーム全員がドロンコになりながらプレーをし、一つ一つのプレーに魂を込めて必ず勝ちます。当日はぜひ長い球技場に足を運んでいただいて、僕たちと一緒に鹿島ジャイアンツと戦いましょう。よろしくお願いします。